ロサンゼルスドジャースの監督デイブロバーツが MLB ファンや専門家の間で大きな波紋を呼ぶ決断を下しました手術から2日間もない大谷翔平を左翼で守備起用するという大胆なプランですこの決定はファンの間で賛否両論を引き起こし特に大谷の肩に負担をかけることへの懸念が高まっていますこのビデオで ロバーツ監督の決断の背景とそれに対するファンの反応を詳しく見ていきますデイブロバーツ監督はドジャースの攻撃力を強化するために大谷を左翼に配置することを示唆しました大谷自身も手術した右肘に問題がなければこのポジションを担当する意欲を示しています 彼はすでに外野用のグラブを使ってキャッチボールやリハビリを始めており準備を進めています日韓現代の分析によるとドジャースの先発投手陣は度重なる怪我によりチームは攻撃力に依存せざるを得ない状況に追い込まれていますこのため大谷なさよくで守備につくことが必要かつ現実的な選択肢となる可能性があるのです 大谷が早期に左翼でプレイすることになれば、彼の攻撃力がチームにとって大きな武器となるでしょう。大谷は今シーズンも素晴らしい成績を残しており、打率315、29本塁打、69打点、23盗塁という驚異的なパフォーマンスを見せています。しかし、彼が DH ポジションを独占しているため、 他の主力選手が休養を取る機会が限られているのも事実です。ウィル、スミスやムーキー、エッツといった選手たちも休養を必要としており、大谷が左翼で守備に就くことが求められている背景にはこうしたチーム事情もあります。大谷が左翼で守備に就くという決定は、ファンの間で大きな反発を引き起こしました。特に懸念されているのは、 大谷の方に過度な負担がかかることです手術からの完全回復がまだ見込まれていない段階で全力でプレーすることは再び怪我をするリスクを高める可能性があります。ハンは大谷の健康を第一に考え彼をベンチで休ませることが最善だと主張しています。エンゼルス時代の大谷は外野でプレーする際にライディングキャッチやフェンスへの衝突。 ファウルエリアへの深追いといったプレイが制限されていました。これにより、彼の肩や腕への負担を軽減することができましたが、ドジャースが同様のリスクを避けることができるかは疑問です。また、全力プレイが賞賛される日本とは異なり、MLB では長期にわたって選手を失うことがチームにとって大きな損失となります。マイク、トラウトの例を見ても、 全力プレイが頻繁な怪我につながることは明らかですロバーツ監督の決断はチームの攻撃力を強化するための戦略的なものであり大谷を左翼で起用することは一時的な措置と考えられますしかし彼の健康を考慮すると完全な回復を待ってから再び投手として復帰するためにリハビリに専念する方が賢明かもしれませんさらに ドジャースは新しい外野手を補充することで大谷を守備に起用する必要性を減らすことも検討できます大谷が来シーズンに投手として復帰することを見据えると彼を今シーズンは DH として起用し続ける方がチームにとっても彼自身にとっても有益です守備には常に多くの危険が伴い投手としてのキャリアに影響を及ぼす可能性があるからです したががってロロバーーツ監督とドジャースのフロントは慎重に判断を下す必要がありますデイブロバーツ監督の大谷翔平を左翼で守備起用するという決定は藩や専門家の間で賛否両論を巻き起こしています大谷の攻撃力を最大限に引き出すための戦略的な選択である一方で彼の健康リスクを無視することはできません 大谷の肩を酷使しないよう、慎重に判断を下すことが求められます。彼の将来のキャリアを考慮し、完全な回復を待つことが、彼自身とチームにとって最善の選択肢であると言えるでしょう。